はい、パーソナルトレーナーのゆうです。今日はチーティングをどう使ってますかということで、チーティングというものについて話してみたんですけど、まあこれね、コメント欄にね、チーティングについて、まあちょっと話してほしいみたいな話もあったんで、ちょっとそれに答えてみたいと思ってるんですけれども、まあチーティングのチートっていうのは、まあ英語で言うとインチキっていうような言葉になるんですけれども、まあ言葉的にはあんまり良くないですけど、まあトレーニングではよく使いますよね。トレーニングの中のチーティングってのはどういうことかというと、実際には正しいフォームではこれ以上できないんだけれども、ちょっとね、反動を少し使うことによって、もうちょっとやっていこうよ、もうちょっとね、回数を増やしていこうよというのが、まあ、チーティングということなんですけれども、まずね、いろんなことを話す前に、正しいチーティングのやり方というものを話してみたいと思います。反動をね、少しつけるって言ってたんですけど、サイドレーズなんかの時に、ちょっとこう狭いんですけど、サイドレーズなんかの時にこうやってぐーっと上がらなくなってきたって思ったらもう収縮してこないね。下半分ぐらいけど、半分ぐらいけど収縮してこなくなってきたって時に、少し膝を曲げて屈伸をして、ポンって言って、ポンってやって見えないか。ポンって屈伸やって、ポンってすごいアップで見えない。ちょっと全身じゃなかったんであれなんですけど、膝の屈伸をちょっと使って反動をやって、もうちょっと回数を増やしていくというやつなんですけど、この時に、重要なのが、ただ上げればいいじゃなくて、何のためにやってるかと、やはり筋肉を使うためにやってるので、今のチーティング、反動を膝でね、膝でこうやって、ポンって使う時に、ポンって使う時も、一番いいやり方というのは、まあ、一番下から上までありますね。この0から10まであるとします。その、下半分の初動のところを、0から5ぐらいまでは反動を使うけど、残りの6から10ぐらいまでは自分のちゃんと収縮でを使う。で、そこからネガティブで、ね、ネガティブというのは降りていく力に対してぐっと抵抗する力を使っていく。というやり方でやってほしいので、半分だけ、ちょっと、この辺まで反動を使った後は自分のちゃんと三角筋を作ってギュッと収縮で三角筋の力をずーっと使って降りていく。まあ、ものすごいゆっくりやる場合もあれば、まあ、ある程度の、ギュッぐらいのペースの時もあると思うんですけど、ただそれを上げてスコン、上げてスコン、上げてスコンとこう使わずに落としてるような人も結構いるので、必ず下半分だけ反動をちょっと使うけど、そこからはこうね、反動と自分の力を使ってるところがね、範囲が折り重なるように徐々に自分の筋肉の収縮で、こう収縮する。そこからをネガティブで抵抗しながら使っていくという感じの方が一番正しいやり方です。これを上げて使わずにドン、上げて使わずにドンだと、それ単純に膝とか腰だけ使って反動を使って、さらに帰りも使ってない。これゼロになりますから、全く使ってない。そうじゃなくて今の、前半だけ反動を使って、ここの上がる範囲、半分から後半は使って、帰りも自分の肩が使っているというと、7割5分は使っていることになりますよね。75% ぐらい使っている感じになりますよね。だからそういう使い方をしてほしいというと。ショルダープレスなんかでもこうね、立ってやれば今、立ってやるときに、きついな、もうあと10回だ、あと2回だけやろうかなと思ったときに、膝の屈伸をちょっと入れて、ドンと下半分だけ寄って、グッ。ネガティブ。下半分だけドンと反動を使って、上半分は自分の肩と三頭筋を押して、トップから下下ろすときはネガティブで、きちんと下ろしてくるという感じで、これもストンと下ろさないということ。で、アームカールもないですね。アームカールも上がらなくなったら少し、腰の力をポン、腰の力をね、ポンと使いますけど、ただこれを全部行き過ぎるとバコーンと来てる人がいるので、全部使うとバコーンと来て、バコーンとさらにボーンと落としてる。例えば、まあ、さらにこう肘が曲げ伸ばししてない人もいるので、ここから必ず下半分だけ反動使うけど、ここから上半分は自分の収縮、しっかりこのグッとこのポジションに入って腰が反ったままのポジションじゃないですよ。腰が反ったままのポジションの中で腰が後ろ、お尻が後ろのポジションからネガティブで使っていくという感じで、これも上半分と降りる方向、トップから降りる方ところはネガティブをしっかり使っていくということ。ラットプルダウンも同じですね。ラットプルダウンも最後ね、きつくなった時にチーティングの場合、グッと腰を使って引きますけど、引きますけども、こうフロント引く時にね、引きますけども、結局のこれでグワーってなんかほぼ水平まで行って、ブワーってそのまま戻って、水平まで行って戻る人いますけど、これ何もならないです。これも同じ。最初の0から10までの5までで反動を使うけど、残りの6から10までは自分の収縮です。で、きちんとこの収縮したところからネガティブで丁寧に使っていって、
最初だけちょっと反動使うけど、収縮は自分の力、そして後半が自分のネガティブで、抵抗する感じでズーを使っていくという、そういう上手い使い方してください。わかりましたかね。ちょっとね、またちゃんとしたジムで撮影するという期間も作って、それももう一回きちんと説明したいと思うんですけれども、今の考え方わかりました。0から5までは反動使うけど、6から10までは自分の収縮をちゃんと使う。で、トップの収縮から下ろすところはネガティブでずーっと抵抗して使っていく。その繰り返しというのは、まあ一番無駄のない、正しいチーティングのやり方ですね。で、今のまあやり方はまずやり方として一回一回のチーティングのやり方はまず必ずこれでやってほしいです。で、それとは別にさらに間違えた、やり方というのがあって、これね、全レップ一セットのうち全部のレップをチーティングでやる人もいます。これはね、自分の中でなんか重いものをやりたくてサイドレズもすごい重いものになって、もうワンレップ目から反動という場合もあります。でこの使い方をやっていくと、自分がチーティングをやってるのか、普通の正しいレップをやってるのか、全く判断がついてない状況になってしまうんですね。だから、きちんとしたフォームとチーティングはきちんと区別して区別して使っていく必要があるということです。だから、最初に、まあ、例えばね、10回はきちんとしたフォームでやる。で、最後の2、3回だけ、チーティングを使っていく。というのが、一番効果のあるやり方です。それを最初から重くて、最初からグワッ、最初からワンレップ目からこのチーティングを使ってやってると、多分あまりかっこいい体にもならず、いい体になってこないと思います。それでさらに最初から最後まで、その機能トレーニングを最初から最後まで全部チーティングで多分やってしまうと思うので、多分こういう人はね、かっこいい体にメリハリのあるギュッというね、キレのある体にあまりなってこないです。きちんと収縮もなきゃ、そして折れるのも使わなきゃ、それがあっての筋トレですからね。だから10とか12とか、まあ、自分が決めたところまではきちんと正しいフォームで、最後の2、3回のみ、チーティングを使う。というね、ここを区別して最後だけ使っていくというのが一番いい方法だと思ってます。ただし、その日のね、例えば肩なら肩で一番、サイドレーズをじゃあ5セットやります。で、一番最後のセットだけ、最初はもう5回しかできないけれども、最後のセットなんで、さらにかなり一番最後として、ハイレップで追い込みたいので、まあ、5、6回プラス、ね、それぐらいしかできなくなったら、そこから10回ぐらいチーティングを使いますっていうのは、まあ、それは最終セットの場合にはありです。そのエクササイズのいくつかね、5、6セットやる中の最終セットの場合には、それもハイレップのためにやっぱりありだと思います。それによってより血行を良くしてパンプアップしていくという方法もあるので、まあ、それはね、最終セットのみで、チーティングの方が多いというのは、やっぱりちょっとね、全体的に間違ったトレーニングの場合が多いと思います。ただし、それも、帰りはネガティブやった方がいいですよ。今の最後ね、最終レップだけ回数増やしたいからちょっと多めにやりましたって言っても、それが、帰りも使ってない。行きも反動、帰りも使ってない。じゃあ意味ないですか？帰りはネガティブで必ず使って、そういうチーティングで効かせていく。何のためにやるかというと、効かせるためにやって、それか効かせながら、余分に追い込む。ということなんで、そういう、一番最初に言った正しいやり方でやっていくということを気をつけてください。それと、チーティングを全く使わない時期もあっていいと思います。いつもいつもそのやり方ではなくて、ある、まあ、1、2週間ぐらい、今回はチーティングを一切使わないでやってみようという期間があってもいいと思います。で、そういう期間を作ってあげると、今度チーティングやった時に、ものすごく強い刺激になって追い込むことができて、刺激が交互に出てくるんですね。全くチーティングを使わないで、ただしその時には、きちんと追い込むためにディセンディングセットといって、さっきまで7キロでサイドレーズやってたのを、4キロに持ち替えてさらにサイドレーズやっていくという違う方法を使って、違う刺激を与えていく。で、それが1、2週間とかまたあったら、今度またチーティングをやろうかなと思って、最後の2、3回をチーティングというのを入れていくというような、時期的にね、2、3週間ごとにそういうのを別々にやっていくというのも、より効果あるので、毎回毎回チーティングじゃない方がいいかと思います。なので、そういうのもやはりいろいろ組み合わせですね。そして、チーティングかチーティングじゃないかをきちんと、確認しながら、自分がいつもチーティングになっているというのを分かんない人も結構多いので、ここはね、自覚して、きちんとプログラムをね、その日のプログラムを考えて組んでほしいと思います。はい。次のトレーニングね、その今のチーティングの正しいやり方で、ちょっと追い込んでやってみてください。
はい、パーソナルトレーナーのユージでした。